さあ、炎のボイストレーナー北川達也のワンポイントレッスンですけれども、今日は、スマップさんのシェイクをねやりたいと思います。 A メロ編でございます。まずポイントは、一回歌ってみましょう。A メロはそんなに難しくないんではないかなという感じですけれども、いきますよ。ワン・ツー・スリー、ワン・ツー・スリー。今日は笑いて君の電話、僕も言いますと思っていた。テレパシーみたいで嬉しい。明日は休みだ、仕事もない、早起きなんかしなくてもいい。ですけれどもね、まずポイントは、今日は笑いて君の、ここ切った方がいいですね。今日は笑いて君のにならないように、書いてみました。まずここですね。今日は笑いて君の、裏から、今日は笑いて君の電話。2番もそうですね。ここ2番っていうか B メロですね。明日は休みだ、仕事、ここの入り方しっかり、ここを休符入れてあげてください。明日は休みだ、仕事、ここですね。で、あとは、手、低いところが、僕も言います、そう思う、ここもそうですね。一緒です。で、で、あとね、テレパシー、ここは低いです。めちゃくちゃ低いので、テレパシーみたいで嬉しい。で、これ一気に上がるので、ここね。テレパシーみたいで嬉しい。そう、ここしっかり下がります。あ、結構低いですね。なので、ここしっかり、嬉しいまでいきます。で、あとは、ここもですね。君といるまで眠れそう、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 そうですね。ここしっかり低いとこやります。で、ここ、ここの低いところを胸に響かせる。そう、しっかり準備します。ここの、だから、テレパシーと君といるまで。ここはかなり低いので、しっかりと、下に響かせる、この胸で響かせる準備をして歌ってみてください。それでは一緒に最後歌ってみましょう。では、しっかり給付をあるところ切る、そしてあとしっかり低いところは、響かせますよ。あの喉を締めない。では、ワン・ツー・ワン・ツー・スリー・フォー。今日は笑いて君の電話、僕も言いますと思っていた。私みたいで嬉しい。明日は休みだ、仕事もない、早起きなんかしなくてもいい。君といるまで眠れそうですね。という感じで、B メロとサビに繋がっていきます。A メロ、しっかりこれカラオケで盛り上がる曲なので、ぜひ、習得してみてください。それでは北川達也の炎のボイストレーニングでした。